まあまあ、軽くね、眠たくなるまで、マリカーやって、いいところで寝ましょうか。たまにはこんな日があってもいいと思うんだ。レートが思ったより、全体的に低かったね。ムーンリッチハイウェイのなんぼ？ほいさあ行きましょう。これね、爆弾がいっぱいあるよ。爆弾がいっぱいあるよ。しょい。よっと。5つ。堅実な走りを見せていきたいよね。そう。この隙間を縫っていこうか。暴れろ。やばい。いや、まあまあまあ。しょい。やば、取れねえ。まあ、いっか。あ、しまった。よくないね。2位。危ねえ。1位。さあ、せめてガード系が欲しいが。まあ。1位ね。うっす、最悪。この順位でそれはきついかも。きついかも。だいぶ、マジか。いけねえな、さすがにきついな。ああ、今のこれない。アイテム補充は大事。あ、嘘、これで終わりか。この列隊で7位はきついな。一人だけ1万いいんじゃん。集中してね。あれ、これアイテム取ってなかったんだ。これは俺がいただきます、もちろん。多分どっかでテレサが来そうな気がするんだよな。まあ、順当な結果って感じ、今のところ。まあ、普通に2位でいいかな。多分どっかでまたあれが来るだろうし。嘘、取れなかった。マジか。ちょ、待って、マジやばいぞ。あ、待って、くっそ。うわー、しまった。マジやらかした。今線路、普通に線路を渡ればいいと思った。しょー、3位。まあ余裕ですね。
うわ、やべえ、またソースとソース親衛隊が。さあ、どこかな。ビッグブルー。ビッグブルーすっげえ苦手なんだよな。今日何回目だ、ビッグブルー。最近、いや、ビッグブルーの出現率、やばいよね。俺のやりたいリボンロードが全然出てこないっていうね。リボンロード返して、僕のリボンロード。ほいやさあ、イン攻め、イン攻めしていく。やべ。インちゃうわ。アウト寄りのインだよね。いいと思います。ドリフトつかないんだけど、どうして。ショー。ショー。ショー。やばい、なんでそこ落ちんの。ふざけんじゃないわよ。やば、ちょっと待って。ほんとビッグブルーがね、苦手すぎる。やば。ビッグブルーへの耐性がなっている。君、落ちたね。あ、なんでやばい。逆取り入るのきつくない？と私思ったわけですよ。こんだけ差が離れてるってことは俺にもキラーがいきます。一旦ね、一旦3周までの俺もよいしょ、10個集まったらね使うべきだよね。実質論気だから、リストロン機だから。あ、使え。いや、きついかこれ。きついか。終わったー。なんでか9位になってる。いや、マジごめんなさい。ビッグブルーはガチ無理です。出だし遅れた。遊んでるからいけないんだよ。逆ドリ入ってますよ。逆ドリ入ってますけど。ドリフトの調子悪い。ちょっと待って。なんかめちゃくちゃ横滑りするんだけど、大丈夫そう。やばい。はい。この時点で1位と差離されたってマジ？やばい。危ない。ちょっとお前、マジでお前。ちょっともうさ、何なの？やばい。また引かれた。ふめえ。ムーンビッチのハイウェイでマジでやられてる。取りつつ、あ、嘘、取れねえ。どんなコースだっけ。注意ってやばくない。はい。し、割って、あれも割っとく。チェッ、マジかね。車邪魔。おしー、決めていく。これは行くんちゃいます。3位。あ、そっか、ラストラップだ。忘れてた。どうよ、親衛隊。ああ、1位だ、親衛隊1位だ。勝てなかった。
これを取っていく。なるほどね。なるほどね。しょ。あれ、落ちる。さすがに。さすがに4。普通にうまいんだが俺。どうしよう。普通にうまいんだが。してた1位。やべ、あー間違えた。まあいいや。くそしまった。何やってんだよ。大丈夫大丈夫、全然大丈夫。ここでさすがに取っていく。うわー、4位か。まあまあ、でもだいぶ順位が上がったかな。はい、送信兵隊勝ちました。ビッグブルーやめてよ。なんか今日ビッグブルーの出現率やばくない？ビッグブルーとあのムルチハイウェイどうなってんの。俺をなんか落とし入れたい任天堂の作為的な何かを感じます。任天堂のなんか作為的なものを感じます。あ、10枚溜まった。オッケー。まあ順当だよね。なんかこっか。まあビッグブルに負けるなってことでしょ。要するに俺が。待って。どうしようもない。あれ、俺今アイテム取れてなかったっけ。しょ、7位だったらまだ全然ありかなって感じ。まだまだあるよ。7位なら全然あるよ。シャーシャー。お、1、1、1、1、よっしゃ、来た。うわ、大の苦手のコースで1位取った。偉くない?来ちゃった。あ、使っちゃった。
連打したら使っちゃった。別に最初、まあ、ここはなんか1位で走った方がいいコースだもんね。ハイコースとかじゃないからね、もうここは。ねえ、1位そこか。これも上位争いしたい。抜け、オッケー、3位。やっぱベビーピーチの時代だわ、今は。時代はベビーピーチだよ。ほらほらほら、暴走族のお通りだぜ。ほいや、出だし早いよね。アイテムは連れてやるよ。ちゃった、やばいやばい、落ち着こう。大丈夫、俺なら、俺ならいける。なんでいけるいける、全然問題ないね。7位でこれってしょぼくない？ザヒー、2回も当ててごめんね。若干悪いと思ってんだ。いや、乗れなかった。あ、コイン10枚集めてるわ。そこ良くない。まあまあまあ、ちょっと行こう。これ8位は、むしろ、まだね。このアイテムの使い方わかんねえんだよな。もう、豪華詰め合わせてみたいなやつ。ラストね、今ラストね。うー、パックいた。俺が俺の実力よ。最後とどめ刺したかな。多分刺したんだろうな。ギリギリじゃなかった。ゴールするギリギリじゃなかった。来いや。でもどっちでもいいや。
割とでも、なんか走りにくいコースじゃないね。あれ、バナナ持ってかれた。なんで投げちゃうの？ダメか。いやでも2位、もし早く使ってきゃ1位取れたな。ゴール地点全然分かってなかったわ。やらかした。でも2700いっちゃ一発でいったわ。うわ、今の1位取れたな。いやー、俺もうちょっとゴールまであると思ってた。じゃあ最後アテネポリスやって終わりますか。順位はそんな下がんねえから。お、ヨッシーバレーはいいよ。最後ヨッシーバレーやってもらおっか。多分そんな落ちないと思う。落ちるとしても。求める1位という座を。さっきは1位取れたんだけどね、本当はね。しまったね。ああ、ありえねえ、ありえねえ。終わってんな。まだ1周目でよかった。1位がでもそんなに遠くないからね。まだ1周目だし。使うんかい。謎の力が働いてる。そんな気がします。死ね。死ね。なんで？何にぶつかった？全然わかんない。6位か。まあいいでしょう。あそこからよく上がった。よっしゃー。まあ無事2700超えたんで、
これで、ね、気持ちよく寝ましょう。ご視聴ありがとうございました。いい8個1位取りたかったな。